こだわり、やっぱり一番は、幼少の頃から書道を習っていたっていうこともあって、線ですかね。私の中で線を描くっていうことは、まあ、絵の工程、実際の絵の工程の中でも初めの部分なんですけれども、そこが一番クライマックスというか、そこで絵の良し悪しが決まるような気がしますね。最近はそういうふうに選び抜かれた線というよりも、転がってるような日常に転がってるような何気ない線の方が魅力的に感じて、線を描く時はなんか息を飲むというか息を止めているような状態が多くて、そういう緊張感はなかなか続けられないので、一気に描くことが多いです。自分は想像はしていなかったけれども、より面白い魅力が突然生まれたりということもするので、きっちりとその通りに描く線よりも今描いている描き方の方がマスかなって思っています。ものをリアルに描くであったり、目の前に置いて描くっていうことは、私ではなくてもできる。一度己の中にインプットして、それをどう噛み砕いたり取捨選択してどう出すか、アウトプットするかっていうことが私にしかできないオンリーワンの仕事なのかなと思っていて、人物を描くでも動植物を描くでも、私はいつも同じ心持ちというか、特に意識して何を変えようということはないので、どういうふうに自分が感じて捉えて想像して描くことができるのか、私自身も楽しみです。私は作品で常日頃感じていることや日常で起こった本当に些細なことや人物、人間のちょっとした面白さなんかを絵に落とし込もうとしているので、私の中で基本的に作品は全て、ハートフルであってユーモラスである状態が一番好ましいと思っているんですけれども、その私自身がどういうところから来ているかということを読み解くことにもすごく興味があります。歴史や美術を勉強していくこと自身自体が私自身を読み解くことにもつながりますし、私が親や家族を愛することと同様の意味で、私を取り巻く全てのものを愛しているし、恩返しのつもりで絵を描いているのかもしれないです。